こんにちは、かよです。今日はモーニングルーティーンで朝のスキンケアとメイクをしていきたいと思います。では早速始めていきます。今は洗顔を終えた状態です。朝は毎度おなじみの B プレーン緑豆弱酸性クレンジングフォームで洗うこともあったり、乾燥がひどい時などはぬるま湯だけで洗うこともあります。今日はこちらの洗顔フォームで洗ってきました。続いてミストをしていきます。こちら、クレアスファンダメンタルアンプルミストです。ファエのミスト部門では現在圏外。口コミ評価は 4.62 と高評価です。こちらはクレアスの新しいシリーズとなり、チェジュ島の緑茶成分、昆布、お米、きゅうり、オクラ、ヨモギなどが配合されており、自然の優しい成分で作られています。こちらは抗酸化作用、鎮静、保湿、トーンアップの効果が期待できます。テクスチャーなんですけれども、こんな感じで霧状ではなく水っぽく出てくるタイプとなるので、お化粧直しなどで使うのではなくスキンケアとして使うのがおすすめです。こちら少量かけただけでも本当に保湿力が高く、ベタつき感も全然なく、お肌が本当にもちもちとなります。ミストだけでもスキンケアが完了したかのように潤いが出ます。香りもなく使用感もいいので、最近これはかなり愛用しています。続いて美容液を塗っていきます。ラネージュフィトアレキシン水分&鎮静アンプルです。ファエの美容液部門では現在圏外。口コミ評価は4.34 です。こちらは前回の購入品動画でも紹介させていただいたんですけれども、歯科成分よりも強力な鎮静効果があるフィトアレキシン成分が配合されたラネージュの新商品となります。テクスチャーはこんな感じで流れるタイプとなります。サラッとしていますが少しとろみ感を感じます。馴染んだ後は保湿力があるんですけれども、結構さっぱりとしたテクスチャーなので朝のスキンケアにも本当におすすめです。私はこちらを最近ブースターのように使うことが多いです。この後すぐにクリームをつけてもいいんですけれども、韓国は最近また気温が下がってマイナス10度ぐらいの極寒となっていて、お肌もかなり乾燥しているので保湿化粧水を重ねていきたいと思います。ラネージュクリームスキンです。ファエの化粧水部門では現在10位、口コミ評価は 4.23 です。こちらは以前2020年韓国ベストスキンケアでも紹介させていただいたんですけれども、私の本当に大好きな化粧水です。クリームが1本丸ごと入っているので、これだけでもクリームを塗ったぐらいに保湿力が高いのが気に入っています。こちらテクスチャーはシャバシャバ系となります。ミストとアンプルでお肌を整えているので、軽く1回だけ重ねていきます。そして最後にクリームを塗っていきます。この後メイクをしていくので、さっぱりとしたテクスチャーのクリームを塗りたいと思います。コス RX ピュアフィットシカクリームです。ファエのクリーム部門では現在98位、口コミ評価は 4.27 です。こちらは以前韓国人気クリームベスト5でも紹介させていただいたんですけれども、使用感がとてもいいのでよく使っています。メイクの前なのでこのぐらい少量取っていきます。このクリームは鎮静保湿効果もあるのに、少量でも本当に伸びが良く、朝のメイク前に使っても全然ヨレがないです。夜はしっかりと保護膜を張ってくれるようなしっとりタイプを選ぶんですけれども、メイク前に使うとヨレてしまう原因となるので、メイク前のクリームはこのようなさっぱりしたタイプを使うことが多いです。ではここまででスキンケアが終わったので、ベースメイクをしていきたいと思います。最初は日焼け止めです。エスポアウォータースプラッシュサンクリーム SPF50+ PA3+ です。ファエの日焼け止め部門では現在13位、口コミ評価は 3.90 です。こちらも前回の購入品動画で紹介させていただいたんですけれども、日焼け止め特有の重たさが全然なく、メイク下地としてもとても優秀なのでこちらを使っていきます。このようなピンク色をした乳液タイプとなります。伸ばすとこんな感じで自然にトーンアップしてお肌がツヤ肌になります。キシキシ感とか塗ってる感っていうのがないので、首元まで一緒に塗っていきます。続いてクッションファンデで今日は簡単にお肌を作っていきたいと思います。 CNP プロポリスアンプルインクッション23号です。ファイのクッションファンデランキングではこちらの色味が57位、口コミ評価は 4.36 です。普段は BB クリームを塗ったり、しっかりメイクしたい時はリキッドファンデを使うこともあるんですけれども、簡単にささっと仕上げたい時はクッションファンデを使うことが多いです。クッションファンデもいろいろと試してみたんですけれども、敏感乾燥肌の私は保湿、ツヤ、カバー力、持続力などを総合的に考えた時にこちらの CNP が一番お肌に合っている感じがありました。こんな感じでポンポンポンと乗せていきます。こちらのクッションファンデはプロポリスアンプル1本そのまま丸ごと入っているので、ツヤ肌と保湿力が本当にすごいです。1回塗っただけでもカバー力がかなり高いので、コンシーラーもなくこれだけでお肌を完成することができます。クッションファンデは持続力が悪いものも結構あるんで
ですけれども、こちらは持続力もいいので何度もリピしているファンデです。続いて眉毛を作っていきたいと思います。ペリペラスピーディースキニーブロー01グレーブラウンです。こちらオリーブヤングで買ったんですけれども、このように繰り出し式のペンシルとブラシがついていて約500円ぐらいだったのでコスパが本当にいいと思います。眉毛はもともとかなり濃くて多いので左右対称に合わせるぐらいな感じで付け足していきます。続いて眉毛マスカラです。エチュードハウスドローインアイズカラーリングブローから02チョコブラウンです。ファエのアイブロウ部門では現在圏外、口コミ評価は 4.33 です。眉毛マスカラは特にこだわりっていうのはないんですけれども、安くて使いやすかったので最近よく使っています。では眉毛が出来上がったので次はアイシャドウを塗っていきたいと思います。デイジーク01番シュガーブラウニーです。ファエのアイシャドウ部門では現在圏外、口コミ評価は 3.91 です。私はデイジークの大ファンで今回こちらが3つ目のパレットとなるんですけれども、新作のミルクラテを買おうとして見ていたらこちらのシュガーブラウニーもすごく可愛く見えたのでまずこちらを買ってしまいました。色味はベージュ系、ピンク系、濃いブラウンなどが入っています。ヌードポーションと比べると少し濃いめの色が多い印象でした。今日はこちらのシュガーブラウニーを使っていきたいと思います。まずこちらの淡いベージュをアイホールと下まぶたに塗っていきたいと思います。続いてこちらの色もアイホールと下まぶたに塗っていきます。続いてこちらの色を二重の締め色として下まぶたの目尻側にも入れていきます。最後にこちらの色を目尻にくの字になるような感じで少しだけ陰影を入れていきます。最後にこちらのラメをアイホールの真ん中に入れてなじませていきます。こちらの細いブラシで下まぶたにも少しだけのせていきます。こんな感じでアイシャドウが出来上がりました。デイジークなんとなく似てるパレットなのかなと思ったんですけれども、実際に見たらラメや色合いが全然違いました。結局シュガーブラウニーと迷ったミルクラテも昨日注文をしたのでまた届いたらレポしてみたいと思います。続いてアイライナーはこちら、リリーバイレット929サバイバルペンライナー02のマットブラウンです。ファエのアイライナー部門では現在8位、口コミ評価は 4.29 です。こちらは滲むこともなく細い線も描きやすくコスパもいいのでこちら最近かなり愛用しています。私は目尻側だけ少しだけ伸ばすような感じで引いていきます。まず上の線を引いて下の線を引いて真ん中を埋めるという感じでちょっとだけ伸ばしていきました。こんな感じでアイライナーが引き終わりました。こちらのマットブラウンは茶色すぎず黒すぎない色味も気に入っています。続いてマスカラです。ミュードインスパイアカーリングマスカラ01のブラックです。ファエのマスカラ部門は現在圏外、口コミ評価は 4.14 です。こちらも前回の購入品動画で紹介させていただいたんですけれども、私の本当に人生マスカラとなりました。こちらアジア人の目のカーブに合わせて設計されたブラシだそうです。こんな感じでダマにならず一本一本長さとボリュームが出て本当に仕上がりが綺麗です。今こんな感じで上と下を塗りました。すごい自然と上品に仕上がるので本当に気に入っています。最後はリップを塗りたいと思います。リップはこちら、ヘラスパイシーヌードボリュームマット480のトラプルです。ファエのリップスティック部門では現在圏外、口コミ評価は 4.50 です。こちらはリッププランプ効果があり、塗った後にメンソレータムのようにスースーとしながら自然と唇をふっくらとして縦じわを目立たなくする効果があります。塗るとすぐにスースーとした感じが出てきます。色も真っ赤という感じではなくベージュすぎず落ち着いた赤みとなるので、どんなアイシャドウの時にも合わせやすくて気に入っています。ではここまでで朝のスキンケアとメイクが完成しました。メイクはまだまだ勉強中なので、皆様のおすすめのメイクアイテムなどがありましたらよかったら教えていただけるととても嬉しいです。ぜひ購入の参考にさせていただきたいと思います。インスタの方でも動画のまとめを毎日更新しておりますのでチェックしていただけると嬉しいです。こちらの動画が参考になりました方、高評価やコメント残していただけるととても励みになります。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。